どうもアキラです。よろしくお願いします。ちょっとエロそうなサムネに釣られてきた皆さん、すいません。可愛い女の子が出てきません。僕普段はいろいろと音楽を紹介していまして、今回はエロい曲を紹介しようと思います。その1その2もありますので、概要欄にリンクを貼りますので、よければそちらからご覧ください。そして毎回言ってますが、下ネタが苦手な方はすぐ画面を落としてくださいね。では残った皆さん探っていきましょう。では1曲目です。桑田佳祐さんの Early in the Morning という曲です。目覚ましテレビなんかで使われてた曲です。このエロい曲の紹介ではサザン桑田佳祐さんは解禁賞です。こちらの曲はですね、女性の喘ぎ声が所々にサンプリングされています。桑田さんの遊び心満載です。この喘ぎ声を出しているのは清水義江さんというシンガーの方で、歌詞カードにはですね、セクシーボイスとクレジットされています。歌詞全体もとってもやらしい感じです。朝っぱらからやっちゃうみたいな感じの内容です。糸を引く愛の露とか、女神の森と泉に分け入るとか、明らかにね、女性のウニョウニョをね、指していますね。続いて2曲目です。ポルノグラフィティのマホロバ丸山という曲です。ポルノはもうユニット名がもうちょっとあれですからね。ただ、ポルノグラフティじゃなくて、ポルノグラフィティですからね。この曲のタイトル、丸三角と入っていますが、丸山と読みます。なんでも東京渋谷区にある丸山町というところは、ラブホ街ということでは有名らしいですね。タイトルはそんな感じなんですが、歌詞もとってもやらしい感じです。透明の向こう側のシャワーシーン、もっと裸でタブーを泳ごうとか、あーラブホだなーって感じです。あとですね、声にならない声が何よりもおしゃべり、ここの歌詞僕すっごく好きなんですよね。ラブホで出すような声にならないような声、どんな声でしょうかね。何ぎ声でしょうかね。最後3曲目です。ミスターチルドレンのこんな風にひどく蒸し暑い日はという曲です。歌詞をざっくりまとめると、その昔エロい映画を見た後部屋で盛り合ったぜ、でこんな風にひどく蒸し暑い日にはその日のことを思い出すぜという感じです。もう全体的に頭の悪そうな感じがすがすがしくて最高です。曲調もとってもノリノリです。これは桜井さんの遊んでいた頃の実体験なのか、それともただの遊びで作った曲なのか、どうなんでしょうかね。ちなみにこの曲はですね、カップリングでして、あの名曲サインのカップリングなんです。もうちょっと他になんかなかったんでしょうかねはい、という感じでエロい曲を紹介してみました。エロい曲っていろいろありますよね。尽きないもんです。これはエロいぞーってやつがありましたら、こっそり教えてください。それではご視聴ありがとうございました。生きてゆけないものだから、ささ